6月で4人もこう来てくださるっていうのがびっくり。学者登録検索して来ました。もう来ていただけるのが当たり前、続けてくださるのが当たり前、一月4名5名来てくださるっていうので、もう自信が持てるようになったっていう。この広告費が0円、これだけお客様が来ていただけるっていうのが一番すごいところだなと思いました。どうも、そういえばさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、最近いろいろとお忙しそうでね、なんかね、本当に、はい、おかげさまでです。よかったです。おかげで、とんでもないです。で、今日はですね、ちょっとソイマスさんにですね、ちょっといろいろとインタビューをしていきたいなと思って、今日のほどよろしくお願いします。はい、こちらの方こそです、はい、で最初にですけども、ちょっと簡単に、ソイマスさんの自己紹介、今やってる仕事と、お名前と、簡単にちょっと動画の前で言っていただければと思います。はい、お店の名前がインディゴボールです。で、私の名前は反町翔子です。はい、で、エステティックの仕事をしております。今中目黒ですよね。はい、はい、東京の中目黒になりますね。中目黒ですね。はいはいはい。中目黒というと、まあ意外と僕のイメージの中でなんかこう美容っていうイメージで確かあるんですよ。おしゃれとか、その辺はいかがなんですかね。そうですね、はい、意外なことにこう美容室が多いんですね。はい、あ、美容室は、はいはい、エステサロンは意外とない、まあ、他のところに比べるとちょっと件数は少なめかなっていうのはありますね。わかりました。はい、で一応いろいろちょっと今からねお伺いしていくんですけども、はい、まず最初に反町さんが、僕を知ったきっかけをちょっと教えていただきたいなと思います。はい、はい、このサロンをオープンしたのが去年の10月になるんですが、はい、その前にも、はい、エステサロンのスタッフで私、はい、働いておりまして、はい、その時の、はい、仕事をさせていただいてた、はいはい、お店のコンサルを上川さんがされていたっていうのが一番最初のきっかけになりますね。はい、そうですよね。はい、でそれで、その開業してオープンするときに、まあ、いろいろ不安とか、はい、いろいろあったと思うんですけども、例えばその僕のコンサルを受けるにあたって、はい、その比較対象ってありました。例えばチラシ代のお金を使う、もしくはホームページ代に使うとか、あとそのなんか他のとこに宣伝を使うとかって比較材料で何かございました、その時って。そうですね、はい、やはりホームページを作るのに、はいはい、大体30万から50万かかるっていう、それを1個作るのがいいか、それとも1年かけて同じ金額で上川さんにもうずっとこう見ていただくのがいいかっていうので、そこはちょっとこう同じぐらいの金額だったんで、そういうことなんだなっていうのは思いましたね。で僕のノウハウを、その実践するというか当たって、はい、なんかどうですか、最初のイメージってこう不安とか難しそうだなとか、なんかそういうのございました？そうですね、はい、前のサロンでもそのブログっていうのは1週間に1回ぐらいはやってたんですが、実際にこう自分がやるとちょっと不安もありましたね。本当に私の書いてるやつでお客さんが集まるのかしらっていう。なるほどですね、あ、じゃあ不安があったと。そうですね。なるほどですね。で難しいっていうイメージありました、こうノウハウを実践するにあたって最初ですね。そうですね、はい、一番最初はやっぱりこう立ち上げるっていうまでの最初のこうフォーマットを作るところまではやっぱりいろんなこう手間がかかるっていうので、はい、ありましたね。なるほどですね、はい、でですね、そのなんで僕のコンサルを受けようかなと思った、そのなんか決めてというか、はい、そういうのって何かありましたかしら。そうですね、はい、まず独立するにあたって、はい、前のサロンのオーナーさんに、はいはい、必ず上川さん の、はい、コンサルを受けてこうサロンをオープンした方がいいよ、はい、とこう、はい、進めていただいたっていうのが一つですね。なるほどですね。はい、あとはもう一つは、うん、はい、なんか自分の中でも、はい、やっぱりホームページって作んなくちゃいけない、サロンをオープンするにあたりっていうのがあったんで、まあそれまでのつなぎとしてお願いしようかなっていう、ね、はいはい、それだったら、うん、上川さんに、はいはい、お願いしたいっていうのと、 あとやっぱりこう、はい、お客様に来ていただくっていうのがやっぱり、はい、一番こう不安な面っていうのがあったんで、そういった面でこういろんなアドバイスをいただきながらスタートしたいなっていうので、
それだったら知らない方よりも、前も、はい、知ってる方の方が、まあ、安心がある方、はい、ありがとうございます。はい、なるほどですね、はい、ありがとうございます、はい、僕のノウハウを学んでいただいてから、実際に集客状況とか売上的なことをちょっとできる範囲でちょっと教えていただけたら、どういうふうに良くなったとか、はい、何倍になったとか、そういう会見したら、はい、去年のオープンが10月の15日だったんですね、はいはいはい、でその時からブログは毎日書いてたんですけど、はいはい、なんかこういったメニューがありますとか、はい、そういうことばっかりだったんですけど、はい、11月に入って、はい、なんと、うん、翌月だったんですけど、はい、オープンした、はい、4人来てくださったんですよ、はいはい、しかも皆さんこう読者登録の方もいらっしゃったり、 あとはこう検索して、はい、検索エンジンで、はい、来ましたっていうふうにおっしゃっていただいて、そんな翌月で4人もこう来てくださるっていうのが何よりもびっくりでしたね、はいはいはい、で確か、はい、いろいろ何ヶ月かそれやって継続してこう取れていったんですね、それ、はい、でそれで売上的にもね結構ほら何回か今年僕に報告で過去最高記録ね、はい、なんかもう80万ぐらいになりましたとかね、はい、もう100万届きそうとかありましたし、はい、で先々月からに確かね過去最高でだから17人でしたっけ、紹介とブログで、ね、そうですね、5月が一番新規の方多くすごいです、ね、お越しいただきましたね、はいはいはい、やっぱりそれは今まで続けてきた中で反町さんに手応えっていうのはやっぱり感じたんですかね、ブログでその可能性的な、はいはい、うん、そうですね、うん、もちろん上川さんに応援していただいたりとか、はい、アドバイスをいただいて、はいはいはい、こう自信が持てるようになったっていうのが一つと、ね、うん、あとやはり私の場合はすごいラッキーなことに、はい、やっぱり一月4名5名来てくださるっていうので、はい、もう来ていただけるのが通常なんだっていう気持ちにも、はい、マインド的に変わった、ね、当たり前みたいな、ね、なるほどですね、もうなので、はいはい、こう来ていただけるのが当たり前、うん、続けてくださるのが当たり前、ね、はいはい、ありがたいっていう流れがこうできてきたかなっていうのがすごいあります、ね、はい、それがまあブログをやった、まあ、効果的で自分で感じてらっしゃるっていうところですかね、はい、なるほどですね、その通りですね、はい、そこからねもちろんねリピートとかねされる方もいらっしゃるんですよね、はい、わかりました、ありがとうございます。でその今ですね、反町さんのちょっとスケジュール的な話をちょっとお伺いしたいんですよ、次、はい、ブログすごい頑張ってらっしゃると思うんですよ、僕から見ても。多分ありがとうございます。いろんな方僕今も見てるんですけど、はい、誰よりもすごいコツコツやってるし頑張ってらっしゃるし、はい、記事も素晴らしいと思うんですよね。ありがとうございます。本当にすごい毎日されてるじゃないですか。はい、毎日書いてます、はい、でその反町さんが実際にそのブログに費やす時間ってどれぐらいですかね、今それをちょっとお伺いしたいんですけど。はい、はい、そうですね、はい、ブログ毎日更新はしてるんですけど、はい、私は毎日アップしてるわけではなくて、はい、書き溜めするっていうんですか、予約投稿、はい、予約投稿、うん、なるほどですね、してます。それはなんか何曜日にまとめてやると決めてるんですか、自分なりに。なんかやっぱりこのエステなので、はい、こうお客様がいらっしゃったりいらっしゃらなかったりっていう時が、ね、ね、はい、時間がちょっとまちまちですもんね。そうなんですよ、うんうんうん、なのでお客様がいらっしゃらない時、はい、っていうのでだいたい 2,3 日間こう、うん、まとめておいてっていうので、ってことは2日ぐらいでまとめ書きするっていうイメージですか、ね、そうですね、2日分3日分まとめ書きして、1日でされるんですか、それは。1日でやっちゃいますね、やっぱりこう乗ってる時に書いちゃうみたいなタイプなので。時間的にどれぐらいでできちゃいます、それ1日で。大体1個の記事だいたい長くても30分ぐらいですね、はい、ってことはそれを1回で3回まとめて書くので、はい、1時間半ぐらいですかね。その通りですね。あ、そうですか、はい、なるほどですね、ありがとうございます。で、その反町さんのちょっとスケジュールと1日のスケジュールちょっと教えていただきたいんですけども、はい、その朝起きてから夜寝るまで、はい、でそれでもちろんそのサロンを営業してるんで、はい、ちょっとその1日の反町さんの今の現状をちょっと お伺いできたらなと思います。はい、うちはサロンが10時オープンになりますので、9時には必ず朝起きて出勤するんですね。で、やっぱりずっとサロンワークがあれなんで、はい、なるべく朝散歩とか運動をしようっていうの で、ね、起きれる時は6時ぐらいに起きて、ね、ちょっと1時間ぐらいウォーキングして、はい、で、ご飯食べて9時に出勤してっていう、はい、でサロンの準備とあって10時になって、はいはい、まあ、お客様いらっしゃる時はもうお客様優先でっていう、でいらっしゃらない時には、はい、ブログを書いたり、
りとか、ね、あと読者登録をしたり、はいはいはい、っていう感じになりますね。なるほどね。で、はい、サロンが終わるのは大体何時ぐらいですか、ね、サロンが終わるのが、はい、大体8時から9時ぐらいの間になりま す、ね、でそれからまあ片付けとかになるとやっぱ10時とかになっちゃうって感じですかね、はい、そうですね。なるほど。で、はい、それからご飯食べたりとかそんな自分の時間って感じですか、ね、あ、その通りですね。あ、そうですか。寝るのはちなみに遅い方ですか。夜型なんですよ。あ、そうなんですか。え、じゃあ何時ぐらい寝られるんですか。結構1時とか、はい、あ、はい、いやでも早い方だと思います。僕なんかもう朝まで起きちゃってるんで全然早い方だと思うんですけど、はい、で今ちょっとですね補足をしますとですね、ソリマンさん今空いてる時間っておっしゃいました。でその時に今やってることをおっしゃったと思うんですね。例えば読者登録するとか、空いてる時間にブログ更新、これすごくキーワードで、やっぱうまくいってる人の特徴っていうのがですね、やっぱ空いてる時間をうまく使うっていうのはすごく大事なんですよね。でやっぱり私のクライアントさんがうまくいってる成果出してる方っていうのはやっぱり合間の時間とか空いてる時間をいかにうまくやっぱ使ってる方と多いんですよね。で反町さんの場合も今お話聞いてやっぱり僕は納得すごくしましたね。やっぱ空いてる時間をうまく使ってるっていう、うん、そこをねみんなね Facebook のいいねとかなんか無駄なことやっちゃうんですよね。なんかテレビだったりとか なんか変なイベント行っちゃったりとかするんですけど、やっぱりここすごくキーワードだと思ってます。ありがとうございます。はい、で、ちょっともう後半の最後の方になっちゃうんですけども、はい、上川のノウハウを学んで、はい、上川のノウハウの何が良かったですか。なければないで結構ですし、あればいくつか挙げていただければ、うん、はい、あ、そうですね。まず、はい、私が一番実感してるのが、はい、この広告費が0円なるほど、はい、で、うん、これだけお客様が来ていただけるっていうのが、はい、うん、やっぱり上川さんの一番すごいところだなと思いました。はい、なるほどですね。あと何かありますかね。はい、あとはやはり私今一人でやってるので、はい、やっぱり自分のこう、はいはい、視野が狭くなるところを、はいはいはい、やっぱり異業種っていう、うん、はいはい、違う範囲とか、はい、あとこういうふうにやってる方もいらっしゃいますよっていう、はいはい、いろんな方の情報を教えてくださる。はい、はい、なるほどですね。例えばその、はい、アメブロの、はい、一番上の部分って何ですか。バナーですよね。バナー作る時も、はい、お客さん目線でこうアドバイスをいただけるとか、はい、ね、はい、自分一人じゃなかなかできないところをやっぱり男性なのにすごい女性のお客さん目線でっていうんですか、はい、はもう上川さんならではだなと思います。なるほどです、ね、はい、ありがとうございます。本当光栄でございます。で一応もうインタビューとかちょっと最後になっちゃうんですけども、はい、最後にですけども、ちょっとこの動画を見てる方々、今アメブロこれからされたい方、はい、あるいは今アメブロやってるけどうまくちょっと集客とか成果つながってないっていう方いらっしゃると思うんで、はい、その方々に対して反町さんがなんか自分の経験でもいいんですけども、はい、なんか熱いアドバイスとかメッセージあればちょっと一言お願いしたいなと思います。わかりました。はい、はいはい、私はちょうどサロンをオープンして10ヶ月になるんですが、延べ50人のお客様がアメブロ の、例えば読者登録ですとか、あとは検索エンジンでアメブロを見ていただいて新規でお客様でお越しいただきました。やっぱりホームページももちろん大切なんですが、こういったお客様と近くつながれるっていうのはアメブロなだれの集客だなと思いました。でそれで的確にこうお客様の興味はこういうものだよとか、あとはこういうキーワードを入れるといいよっていうアドバイスをもう2週間に一遍コンサルをしていただけるっていう、この凝縮したアドバイスっていうのがすごい大変役に立ちましたので、皆様もぜひ広告0円でお客様を呼んでいただきたいなと思います。はい、本当に貴重な意見ありがとうございました。はい、今日は本当にお忙しい中インタビュー動画協力していただいて本当にありがとうございます。これからも頑張ってください。どうぞ、はい、またどうもありがとうございます。